今度アリちゃんと北急に殴り込みに来てください。北九州やばい、あんなとこ力もかかないよ。めちゃめちゃヤンキーしかおらん。あ、そうなんだ。人口の9割がヤンキーで、残りの1割がヤクザそうなの。ほんとほんとほんと、ヤクザが1割とヤンキーが9割で、そう、地域ほんとにできてる。これ偏見とかじゃない、実際に取ったアンケートで。そう、揺れてますね。ヤクザですかっていう質問に対して、嘘つけないよ、バカかよ。はい、で、9割がヤンキーにチェックマーク。あなたの ご職業教えてくださいっていう。あ、こうやつ持ってやったんだ。学生とかさ、やってたんだ。そうそうそう、主婦とかあるやん、あれで、そう。え、一応欄には主婦もあったわ。主婦もあるし、会社員とか自営業とかある中で、1割がヤクザ、9割がヤンキー。嘘つくじゃねえよ。ほんとなんだって嘘つくなよ。二人であっち向いてこいしてって気まず。最初は誰が見たいのよ。最初はグーじゃんけんぽん。あっち向いてほい弱すぎ追っていったよね今なんだろ自分から言ったから、うん、後出しで負けた今自分から、後出ししたろうと思ったのに後出しで負けてしまった。キララちゃんが嫉妬してましたよ、重婚だって。キララとも結婚するよするんだ、うん、するよ。ね、今年、あ、今年するんだ、うん、多分ついていけないと思いますよ。多分無理だと思います。いや、キララはもうほらぶっ飛んどうけん。逆にそんくらいじゃないと、うん、その何だったら普通の結婚式なんて逆に無理やけん。そう、うん、おかしいんだから犬の名前何？山田。山田何やったっけ？山田ごたん。山田ごたんです。はい。はい、ごまのごに田んぼの田。うん。うん田んぼの田、分かった。ごまの五に田んぼの田。アリシャンの好きなところ3つ答えてください。だってアリシャンの好きなところ、うん、でもうちのこと何も知らないからきっと。まず栃木県出身っていうところがだいぶポイント高いね、うん、で出身は宮城ね。そう、それもやばい。そう、出身が宮城なのいい加減にしろよ。それが一番宮城からの栃木がいっちゃ熱いよ。あ、そうなんだ、うん、でメンバーが川崎出身や、うん、これもやばい。川崎と誰？と、菅野。ふざけんなよ、お前。じゃなくて、なんていうか、川崎だ、うん、と、ね、飯田橋。すげえわ、もう。栃木のどこなんですか？栃木の小山市です。何中？中学校、ママダ中。ま、あ？ママダ中学校。ママダ中や、ママ中だ。ママ中って、マ中だ。マ中な。はい、うん、これ敬語中だから、お前。すごいね、名前、稽古中学校って。稽古中学校、稽古中、うん、俺小学校池田エライザと被ったらしいよ。え、そうらしいよ。え、しかも俺小学校5年生の時、うん、引っ越したね、その学校、うん、でも俺が小5の時、うん、年齢的に考えたら小3なの、2個下ぐらいやけん、うんうん、じゃあ4個下やけん小1か、被っとんのよ。やばくね。やばいよ。もしかしたら池田エライザと結婚した未来があったかもしれないってことよね。